松坂鉄道府21系二2 1メーカーカタログ写真。竣工は、社名変更前であるが、すでに側面膜板部に松坂エレクトリック、レイルウェイとレタリングされている。出荷のため台車を外し大物車に積載状態。松坂鉄道で31系電車は、松坂鉄道が自社車線電化の際に新造した、荷物、合わせ作り電車の一形式。 電化から全線廃止まで松阪線の主力電動客車として使用された後、電装を解除されて、三重電気鉄道の鉄道事業を継承した近畿日本鉄道にて内部八王子線で使用された。本項目では同時期に松阪鉄道が製造した同系の付随車である F21 型についても合わせて記述する。百二十七年十一月十六日の 松坂、大石間、直流 600V 電化管制に備え、同年10月に、名古屋の日本車両製造本店で一家の五両が製造された。762mm 機関の軽便鉄道向けの、ため小柄な車体であるが、設計当時の日本車両製造本店が、中部地方から西日本にかけての地方私鉄各社へ供給していた電車の標準的な作風を示す。 型鋼材や鋼板を加工し、リベットで組み立てた構え体に木製の内装や屋根を組み合わせた11メートル級の反抗性車体を備える。窓配置は、d 31型が D7DD、f 21型が D9D である。窓は、戸袋窓を除き一段上昇式で、窓寸法は高さ720ミリメートル、幅634ミリメートルである。 窓の上下には補強用の帯板が露出して取り付けられている。なお、戸袋窓はすべてすりガラスをはめており、それらを含むすべての側窓に保護棒が2本ずつ取り付けられている。つまめんは極立の大きな丸妻で、この時代に一般的であった3枚窓構成を採用する。全商刀は白熱電球を一刀収めた筒型刀具を独立して屋根中央に取り付け、 尾灯は、つまめん腰高部の向かって、左側に一刀を、外付け式で取り付ける。通風機はこの時代の小型車両で使用されていた、おン系通風機と呼ばれる輪を伏せたような形状の丸型通風機で、これを各社の屋根上に4機設置する。ただし、大石よりの1機については2形式とも、パンタグラフ台との干渉を避けて車端部よりにずらして設置しており、 等間隔となっていない。室内灯はこの時代の電車の通例通り白熱灯を使用し、3機については通風機直下に換気口と一体の塔具を設置するが、大石よりの1機については、で31型は荷物室中央に、不21型は塔具が等間隔配置となる位置に、それぞれ設置している。座席は全てロングシートである。なお、で31型と同様、 フ21型についても床面同位置に主電動機点検用のトラップドアが設置されており、同形式については当初より伝送が想定されていたことが見て取れる。非常に簡素な路面電車並みの機器構成となっている。30馬力級の直流直巻性粒子電動機を拡大車の内側軸に外掛けで走過し、吊り掛け式駆動にて動力を伝達する。 最もっとも、大四口一世に急行バイク間の存在する松阪線での運用。特に客車2両を牽引しての運用では、この出力は不足気味であった。ゼネラルエレクトリック車線直接制御機を搭載する。勾配線区で運用される車両であるが、発電ブレーキ機能は搭載されていない。で3 1型は日本車両製造 C-9 軸バネ台車を F21 型は日本車両製造 C 軸バネ台車をそれぞれ装着する。で31型は客車牽引も実施したが簡素な直通ブレーキと手ブレーキを搭載する。両形式とも当初より肘枠パンタグラフを大石より屋根上に搭載する。付随車である F21 にも終電装置が搭載されているのは出来11系電気機関車の牽引する列車に用いられ、 室内等の電源が確保できないケースが存在したためである。製造当時の松阪鉄道で標準であった線路面からの高さ6 1 0ト、mm、ルの螺旋電関連結器を装着する。竣工後、松阪鉄道松阪電気鉄道三重交通と社名が変遷したが、本形式は松阪線で長く使用された。1944年2月11日の 戦時統合による、三重交通成立の際には、で31型が 762mm、機関戦区用電動客車の初号形式とされ、以下の通り改版された。不二21型については、戦時中から電装による、電動客車への改造が申請されていたが、これは戦後まで実現せず、世相が安定してきた1949年にまずさ441がそのままも、 に201型に準じた30馬力電動機に機搭載の電動客車に改造され、以下の通り改版された。さらに1952年にはさ442が三重線へ転用され、合わせて三重線の在来電動客車と同様、客用とビラ1を側窓一つ分ずつ、内寄りに移設して窓配置を 1D7D1 D D へ。 改造した上で、台車を新不装金属工業 KS-40J を新造して、交換、端子電圧 375V 時定格出力2 8 0キロワットの主電動機を4機搭載して、電動車化され、以下の通り改板された。この時、余剰となった旧台車は、三重線の差3 7 1系差371に流用された。その間、戦時中に、 側窓の二段上昇式への改造が実施され、さらに、三重線からの客車転用の際に連結器を多線と、共通のピンリンク式連結器に交換、各車間で伝統給電を行うためのジャンパ線を設置、塗装も一色塗りから戦後は、三重交通標準の上半分クリーム、下半分グリーンのツートンカラーに変更されるなど、様々な改造が実施されている。 1964年に実施された三重、交通鉄道部門の分社による、三重電気鉄道設立までも、2201対も、2203も250は、松阪線でも260は、三重線で運用されていたが、同年12月の松阪線廃止でも、2201対も、2203も250は、内部、八王子線へ転用されることとなった。しかし、松阪線は、 直流600ボルト電化であったため、これらの電動車はそのまま転用できなかった。また、三重線の改め機で直流750ボルト対応の電動車も、これらは、翌1965年4月に実施された三重、電気鉄道の近畿日本鉄道への合併以降の、竣行となったため、もう260型も含めて、以下の通り改版されている。その後は全車とも、内部、 八王子線で使用されたが、1977年の北勢1近代化に伴う270系の申請投入と、これに伴って余剰となったも、に22 220系及びさ150系の内部、八王子線への大量転入で、全車とも同年中に廃車、解体された。そのため全車とも現存しない。ありがとうございます。